こんにちは、デリシキッチンです。ヨーグルトケーキを作っていきます。ボウルの上にザルとキッチンペーパーを敷いたら、ヨーグルトを入れて、さらにキッチンペーパーで包み、水切りをしていきます。次に別のボウルを用意して、卵とホエー、砂糖を加えてよく混ぜていきましょう。混ざったらホットケーキミックスを加え、さらに混ぜていきます。ダマがなくなるまで混ざったら、シリコン型に入れてラップをして、真ん中にハサミで穴を開けて600ワットのレンジで2分加熱します。今度は別のボウルに水切りヨーグルトと生クリーム、蜂蜜を加えてよく泡立てていきましょう。そうしたら先ほどのスポンジを半分にして、ヨーグルトクリームとお好みのフルーツを挟んで盛り付けたら完成です。ありがとうございました。